タロ散歩チャンネル。ということで、こんにちは、太郎でございます。本日2024年1月6日土曜日、日本縦断も12日目になってしまいました。ちょっとここ2日間ぐらいは体調が優れないで、もうとにかくただの移動みたいな感じで終わってしまったんですけれども、まあまあ今日は体調が改善されまして、多少は寄り道とかしながら稚内方面にまた進めていけるようにしていこうかなというふうに思っております。まあ、と言ってもですね、今日もやっぱり体調を回復させるために16時間ぐらいネットカフェにいたもんでして、4000円かかっちゃいましたよ。もう時間もですね、2時近いんですよ。ただその2時21分の長万部行きの列車に乗って、で今日は進めていくという感じなんですけれども、最終的には今日札幌で終わります。で札幌で終わって、で明日稚内にゴールしようかなというふうに考えてます。ということで、じゃあ今日は函館からスタート、日本縦断12日目、今回も何卒よろしくお願いいたします。北海道になりますと暖かい日の風がね、冷たいんですよ。言ってること分かりますかね。鹿児島とか宇和島とか、なんかすごい暖かい地方でふんわり受けた本当に暖かいっていう風、なんていうかな、暖かい日の暖かい風っていうんじゃなくて、暖かいんだけれども冬だから冷たいっていうような、そういう風が吹いています。まあ多分暖かい方の日だと思うんですけれどね。今日は天気もまあまあいいですし、先ほども言いましたけれども、今1時50分ぐらいで、でおおよそ30分後の列車に乗って長万部にまず行きたいと思います。でですね、そう、私ここ2日ぐらいね、大したもの食べてないんですよね。仙台で1回ご飯食べて、昨日も函館の駅の2階のところでそば1杯食べただけなんで、あと、まあ、多少飲み物飲んだかなっていうぐらいで、本当になんかお腹が空いてきて、もうしょうがないんで、まあ何かご飯食べるか、駅弁買うかなんかして、まあそれで、まあ、とりあえず時間が来るまでなんか時間潰しましょうか。寒いから。まあ風ぶり返したらね、まあやばいですから、ぶり返すのが一番良くないんで、ぶり返さない程度に今日は頑張りたいと思います。真ん中の段、14時21分発、長万部行きの普通列車。三山石壁経由ってことで、三山っていうのは新函館北斗の隣の駅だから、新函館北斗側を通っていくってやつですね。一日に数本新函館北斗を通らない経由の列車っていうのもあるんですよね。あと石壁は多分沢田支線って言ってちょっと遠回りする路線があるんですけど、そっちの方を通っていくんじゃないかなと思います。長万部に到着するのは6時のちょっと前。そして、お茶とお弁当を買いました。多分森駅あたりで少し時間あったりすると思うんで、とりあえずお茶は1本だけで、お弁当はこれは割と鉄板ネタですけど、ニシン磨き弁当買いました。お願いします。はい、お願いします。1回目をさせていただきます。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、青春18切符の3枚目に突入しました。3枚目の1つ目は11回目ということになるんですけれども、まあ、昨日ね、ただ津軽海峡を渡っただけなんで何も使ってないので、12日目にして11回目と押されたという形ですね。これこちらが新函館北斗行きの快速函館ライナー。その函館ライナーが出た5分後くらいにこちらの長万部行きが出るという形です。なんか18切符の時期ってなんか終点まで乗る人が結構多かったりするんで、何とも言えないんですけどね。できれば大して乗ってないのは、乗ってるなぁ、あんまり乗ってないと嬉しいんだけどな、そうはいかなかったか。ご利用くださいましてありがとうございます。新函館
ということで我々長万部に向かっていきますが、函館を出発して少し経つと見えるのがこちらの新幹線の車両基地。ちょっと向こうの方に新幹線が止まっているのが見えますね。今度は新函館北斗駅に到着いたします。お迎えのホームには5分早く出た函館ライナーが止まっております。またね、今度日本縦断か、まあそうでない時かわからないですけれども、新函館北斗から新幹線に乗るというね、まあ、そういった旅もしてみましょう。さあ、ということで函館で買った日清磨き弁当をいただきましょう。中はこんな感じです。では早速いただきたいと思います。まずは数の子から、うん。そして磨き日清、美味しいですね。とかやっているうちに車窓に見えてきたのが大沼、そしてこの列車、大沼公園の手前で大沼公園じゃない方にそれていく列車です。ちょっと木の陰になって見づらいですけれども、こちらが駒ヶ岳。ちなみに別アングルから見た駒ヶ岳がこちらなんですけれども、どちらかというとこのアングルの駒ヶ岳の方が有名ですよね。そして大沼公園の手前で分かれていった線路が森駅の近くで合流します。そして森駅の手前、海の上に立つこの石碑、まあ、よく見ると思いますけれども、後ほど詳しく説明しますけれども、明治天皇が北海道を回られた時にこの森の地に船でやってきて、そして上陸されたということを記念して建てられた碑です。昔はこの森から室蘭まで船が通っていて、で明治天皇はこれに乗られたんですよね。ということでこの石碑が見えてすぐ森駅に到着いたします。もうあっという間ですね、すぐ森駅という感じですね。ということで森駅ですけれども、あそこに見える塔というか碑というか、これが明治14年に明治天皇が北海道を視察されるんですけれども、まあ、その時にまだこっから先の鉄道が開通していなかったので、その当時は船があったんですよね。要はなんかこっから室蘭に向かって船とか、なんか橋がかかってたらいいのになとかよく言われるんですけども、昔は船があったんですよね。で、まあ、それはともかくその時に明治天皇がこっから乗船されたという記念碑がここに飾られております。この辺とかもよく見てみると、当時の桟橋だった基礎が見られるとかなんとかっていうのは聞いたことがあるんですけども、で今十数分間ちょっとここ停車中なので、この後に必要な切符が売られていれば切符を買おうかなと思います。一箇所だけちょっと特急乗ると札幌に 3,40 分ぐらい早く着くんですよね。無事に買うことができました。おしゃまんぶから東野、我々この後おしゃまんぶに到着するのが17時57分なんですけれども、それから11分後の18時08分に特急北斗がやってくるので、そいつに乗るという形ですね。できればもう少し時間があればおしゃまんぶ温泉に寄り道したり、まあ、カニ飯をいただいたりするとか、そういうことができたんですけれども、まあ、それはまた別な機会にしたいと思います。まあ、日本縦断中とはいえ、おしゃまんぶはまあ割と地元に近いエリアなので、まあまあ、行こうと思えば行けますからね。再び列車に乗りたいと思います。今度は長万部まであと残り1時間10分ぐらいでしょうか。おお、寒い寒い、早い早いとか温めたい。到着です。あと10分ぐらいしたら特急北斗がやってくるので、まあ、そいつに乗って東野まで行きます。正直外で待つの寒いんで、ちょっと中で温まりながら時間まで待ちますか。寒い寒い寒い、だんだん普通に寒くなってきましたね。そうそう、
これがね、私の知ってる北海道のガチの寒さです。前側2両になります。掛け札 M を P でお持ちください。 2番乗り場です。はい、ありがとうございます。あー、もうなんかずっと暖かい地方にいたんで、やばいやばい、地元民がこの寒さに、ね、なんか慣れてないのがやばいですね。あ、向こうに明かりが見えてますね。これは違うな、これは車かな。道路と並行してるんで、あからさまに光り方が全然違う物体がやってきました。あれは列車ですね。さあ、これを次の停車駅東屋まで持っていきたいと思います。6号車7号車のあの MOP の乗り場で待てばいいというふうに言ってました。よっこいしょさん。東屋に到着したんですけども、20分ぐらい今度待って普通列車に乗るって感じです。多分豊浦発の列車が来るんじゃないかなと思うんですよね。まあとりあえず寒いもんは寒いんで、あったかいとこで待ちましょう。あの駅前のあそこのお店、ここの森商店さんというところでちょっと買い物させていただきました。まあ、のど飴も買ったんですけれども、その他に若菜も、若狭さんという人が開発した芋なんですけれども、まあ、芋という風な名前ついてるんですけど、これ芋が入ってなくて、なんだっけな、昆布の繊維と豆となんだかから作るんですよね。っていうね、あのもう今100年ぐらい続くそういったメーカーなんですけれども、私の地元でこの辺しょっちゅう来てるのに若菜も紹介したこと一回もないんじゃないかなっていうくらい、でも全然あれだったんですけども、ちょっと今回これ若菜も日本縦断の途中で地元のものを買うということで、ちょっとこれ買わせていただきました。2個入りなんでね、病み上がりの私でもまあ軽く食べることができていいんじゃないかなというふうに思います。さあ、ということで、そろそろ列車が来るというので、まあ、発車する3分くらい前になったらホームに行きましょうか。寒い。ああ、ちょうど今反対方向、函館方面に特急がやってきました。まあ、そろそろ来ると思うんで、とりあえず待ってましょうか。3番線なんで向こうのお迎えのホームですね。40分ぐらい早く着くような感じになりますね。20時10何分とかっていうような、あ、待って、22時10何分みたいな、そういうような時間に札幌に到着します。苫小牧に到着です。さあ、こっからはもうもろ地元になりますからね。地元区間を走っていって札幌までたどり着きたいですが、今の時間がだいたい20時45分ぐらいです。で、まあ、特急北斗使えば、まあ、すぐに札幌方面行けるんですけれども、
まあ、一応18キッパーなので次はこの21時09分の札幌行きに乗りたいと思います。で南千歳か千歳あたりで降りて快速エアポートを使うと札幌に早く着くというそういう計算ですね。まあ、どっちにしろ今20分ぐらい時間があるのでちょっと寒いんでまた中で温まりながらちょっとこの後どうしようか考えましょう。まあ苫小牧といえばホッキ貝の有名なところでホッキカレーなんかあったら食べてみたいですけど、まあもう今日は、ね、時間が終わってますでしょうねきっとね。どうもありがとうございます。苫小牧といえばこの酔いとまけが有名ですよね。あまりに表面がベトベトすぎて触るところに非常に困るということで有名なあの他のお菓子なんですけれども、まあ、でもねハスカップの味がしてもとっても美味しいですよ。それも今、1953年に酔いとまけって初めて売られたんですね。だからもう70年ぐらい続いてるロングセラーなんだそうなんですね。あということで札幌駅が1番線からの出発です。まあ、時間が時間だったらホッキカレーとか食べたかったんですけどね。いつもの電車だ。ということで一旦千歳駅です。で5分後に今度快速エアポートが来るのでそいつに乗ると最速で札幌駅に行けるらしいんですよね。4番線に列車が到着いたします。ご注意ください。札幌駅です。めちゃくちゃ地元までやってきました。まあ、もうすごい見慣れた光景ですけれども、 あくまでも今は日本縦断の途中なので、今日はここに泊まってまた明日に備えるというただそれだけの通過地点に過ぎません。本当はうちの地元 の駅で降りて家帰ってうちのお布団でもうぬくぬくとやりたかったんですけれども、ちょっとそれやるともしかしたらちょっと明日の行程に影響が出る可能性があるので、もうあえて今日は札幌で泊まります。ああごめんよお布団、もう少ししたら帰るからちょっと待っててください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、寒い寒いと思いながらもなんやかんやプラス 0.5 度なんでそんな寒くないんですよね。札幌的には寒くないんですけれども、はあ、もう南の方からずっと北上してきた人間としてはとっても寒いです。北海道ってやっぱり寒いんだなっていうのはもう肌に染みて実感しましたね。ここでそう札幌駅前といえばそうイルミネーションがこんな風に綺麗にと思ってまして、お今年はなんかドームの中にイルミネーションがある。あそうなんだ、だからちゃんと私もこの今季のイルミネーションちゃんと見てないんでと思いながら見てるんですけど、まあ、札幌といえば、まあ、ラーメンにジンギスカンにあとなんだろうな、まあ、北海道自体が結構名産の食べ物一点集中型じゃなくてもう何でもありますよみたいな感じなんでもう選び放題っていうのがいいですよね。まあとりあえず美味しいものもありますし、まあ、見て回りたい観光地とかは、まあ、それはまた別の機会に紹介するとしまして、じゃあ今日はここまでにしましょうか。じゃあ日本縦断12日目にしてやっと札幌までたどり着きました。明日は稚内まで行く予定です。多分稚内に夜到着することはできるんじゃないかなというふうには思っています。寝坊しなければということで、日本縦断12日目ここまでにしたいと思います。今回もご視聴どうもありがとうございます。
また明日13日目でお会いいたしましょう。どうもありがとうございます。おやすみなさい。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。Twitter、Instagram、ブログサイト、タロ散歩&雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。通知もオンにしてね。